WBC のチャンピオンベルト世界ボクシング評議会は、プロボクシングの世界王座認定団体の一つ。本部は、メキシコのメキシコシティにある。もともとは、世界ボクシング協会、ヨーロッパボクシング連合、英国ボクシング管理委員会、ラテンアメリカプロボクシング連合、東洋ボクシング連盟が、対等の立場で討議する機関として1963年2月14日に、 設立。その後、分立志向を強め、1966年8月27日に、WBA とは別に、独自のルールと、世界ランキングを発表して、完全に分裂した。主要4団体中、加盟国が、最も多いプロボクシング世界王者認定団体。4ラウンドごとに、ポイント採点を公表する。フリーノックダウン制を採用している。 他団体がランキング15位までしか作成していないのに対し40位まで名簿作成している。2009年8月に WBC ダイヤモンド王座の創設を発表。初のダイヤモンド王者となったマニー・パッキャオには通常の世界王座のベルトをベースに18カラットの金、861個のダイヤモンド、221個のエメラルド、6個のルビー、 180個のスワロフスキークリスタルガラスなどの宝石が埋め込まれた特製のチャンピオンベルトが贈呈された。また、ベルトを覆う革にはフェラーリ社製のものが使われる。創設の際に行われた投票では理事会の全員が賛成したという。翌9月にはメキシコシティのコロナオディトリアムで行われた記者会見で WBC 会長が実際に贈呈されるベルトを 披露した。2010年3月、ホセスライマン会長が暫定王座に代わるタイトルとして、11月にメキシコで開催予定の WBC 総会で WBC シルバー王座の創設を発表することを公表。なお、王者には通常の世界王座のベルトをベースにバックルーブが金色ではなく銀色のシルバーベルトが贈呈される。また、 暫定王者とは異なり、シルバー王者の WBC ランクは維持される。2019年6月、WBC フランチャイズ王座の創設を発表。2014年1月16日、1975年以来38年間 WBC 会長を務めていた、ホセスライマンが、 カリフォルニア大学ロサンゼルス校内にあるロナルド・レーガン UCLA メディカルセンターで82歳で死去し前任者の4男で WBC 事務局長のマウリシオ・スライマンは自身の WBC 会長就任を否定したが同年2月11日にメキシコシティで行われた会長選挙で満票を集め新会長に選出されたくしくも ホセスライマンと同じ44歳での WBC 会長選出を果たしたマウリシオスライマンだが結果的には WBC 会長の座がスライマン不死で世襲された形となった2018年3月17日に WBC 世界スーパーライト級王座決定戦が WBC が認定した世界タイトルマッチの2000試合目として行われ ホセカルロス・ラミレスが12回3から0の判定勝ちを収めマディソン・スクエア・ガーデン・シアターで行われたアミール・イマムとの一戦を制した。1963年2月の設立と同時に日本ボクシング・コミッションは東洋ボクシング連盟を通じて WBC に加盟しており良好な関係を保っていた。 しかし1966年8月27日の WBC 総会で独自のルールと初の WBC 世界ランキングを発表して WBA から完全に分裂したことから1966年9月27日に JBC は WBC 世界ランキングを認めないと発表した。よって今後は WBC 単独認定の世界戦を認めないと した。しかし、ジョニー・ファメション VS、原田選が、挑戦者の原田がダウンを連続して奪い、優勢に見えた試合だったにもかかわらず、判定負けとされたこと、原田の3階級制覇のかかった試合であったことから、当時の世論が沸騰、JBC は WBC を認めて、原田の国内での再戦を認めろ、との意見が強まり、世論と業界の事情に押される形で、 JBC もファメション VS、原田の再選の日本での開催を認めざるを得なく、なった。結果、JBC は、なし崩し的に、WBC 世界ランキングを認めることになった。この非認定期間を挟んで、1963年2月14日から1966年9月26日までの、間と、ファメション対、 原田の第2戦が開催された1970年1月6日以降から2013年3月31日までの間を合わせて日本は WBA と WBC と世界王座認定団体を2団体承認するという形が通算46年間以上続いた2011年には 東北地方太平洋沖地震による震災被害からの日本復興支援としてマイク・タイソン、オスカー・デ・ラ・ホーやマニー・パッキャオなど過去から当時に至るまでの世界王者、十数名からサイン入りグローブやトランクスを集め、これに地震による電力不安の影響で東京から神戸へ会場が変更された4月8日、開催のトリプル世界戦に、 出場の6選手から提供されたグッズを合わせて JBC に託した。それらは日本の主なボクシング会場に展示の後 JBC が事前オークションにかけることとなり、ドートリプル世界戦の調印式冒頭では会長の息子で立ち会い人を務める副会長のマウリシオスライマンがこの興行は日本を勇気づけるだろうと挨拶した後、日本語で WBC は世界のボクシング界の人々と共に日本と一緒に戦います。頑張れ、日本と激励メッセージを送った。同年6月の JBC 事務局長公鉄に伴う混乱のため、この事前オークションは大幅に遅れ、2012年1月24日から3月11日までの7週間、ヤフーオークションにて開催された。WBC 認定試合における ルールの主な特徴を以下に挙げる。WBC は世界王座の他にもアメリカ大陸王座、インターコンチネンタル王座、ユース王座、ムンドヒスパノ王座、全アフリカ世界王座、女子世界王座、ムエタイ王座等の王座を認定している。WBC の株組織が 他の団体と違う点は、例えば WBA のパバ、ナバなどの組織は完全な WBA の下部組織であり、WBC の場合はもともと存在する、コミッション同士が集まって、自分たちで結成した組織であるということである。ありがとうございます。